どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらもうアロハシャツの季節ということでね、今回ナイジェル・ケーボンさんで、アロハシャツを買ってきました。一応ね、他にも目当てのアイテムがあった時に一緒に購入したものだったんですけど、最初はね目当てじゃなかったんですよ。まだアロハはいいかなっていう感じだったんですけど、まあ、つい最近ね、他でもアロハシャツをちょっと予約してたりとかもあって、まあ、ちょっと気になるなと。で、店員さんがねちょうど話しかけてきてくれて、このアロハめっちゃいいですよってところで、去年もナイジェル・ケーボンでね、100トラのこうかっこいいアロハシャツを買ってたので、今年もなんかかっこいいのあるなっていう風に思ってたんですけども、やっぱ実物見てね店員さんにプッシュされちゃって、でやっぱこのこだわりのポイントなんかもその時に教えてもらって、それも後ほどお話したいと思うんですけど、かなり細かい作りになってて、もうかっこいいということで買ってしまいました。まあ、値段はね結構そこそこしちゃうんですけども、生地感だったりとかクオリティの高いものになっているので、まあ、この夏ね必殺のアロハ1枚欲しいなって人がいたらぜひチェックしてみてください。ちなみに去年の100トラでも速乾しちゃったみたいで、まだねこの時期だったらこうアロハシャツとか半袖シャツをメインでね買い物狙うぜみたいな人少ないと思うので、実は狙い目だと思います。はい、っていう感じでこちらのね商品紹介サクッといきたいと思うんですけども、こちら商品名のオープンカラーシャツビハールマンゴーというものになってまして、アイテム名のビハールに関しましては、インドの東北部に属する州のことだそうです。まあ、インドの名産ですよね、マンゴーとか。なんでその柄が入った商品になっております。で、価格に関しては37,400円で、サイズ展開はね結構幅広くて46から54 でナイジェル・ケーボンさんのインスタとか見てたら、女性の方がねこのアロハシャツとか着てたので、幅広くね展開があると思います。で、プラスアルファ作りに関しては少しゆったりめになってるので、まあ、アロハだとねタイトに着るっていうよりもダラッと、で特にこのねマンゴー柄だったりとかはちょっと陽気な感じもするじゃないですか。なんで個人的にはねダルッと合わせるのがいいのかなっていうふうに思います。ちょっと数字のねサイズの展開だと分かりづらいと思うんですけども、 S サイズが46で、XXL が54っていうサイズになってます。で、カラーの展開は全2色展開になってまして、グレーとベージュの2色で、こっちに関してはグレーになるのかな。ダークカラーで全体的に統一されていて、ベースのカラーがグレーで、プラスアルファね、こう遠くから見ると鴨柄に見えたりとかしてね、すごく面白い柄だと思います。で、素材に関してはレヨン 100% なので、独特のとろみだったりとか、もうレヨンの中でもねいろいろこうなんだろう、ペラッとしてるものだったりとかしっとりしてるものいろいろあると思うんですけども、かなり軽くてねとろみの強い、まあ、本当ねアロハシャツにした時にいい表情になるような生地になってます。で、こちらのねシャツの特徴なんですけども、今回のコレクションのテーマにもなったインドでこう多く栽培されているフルーツがマンゴーになって、その花がモチーフになっているそうです。特産品の枠を超えて富と繁栄の象徴で、マンゴーの花のに夜光があることもあり、信仰の対象にもなっているそうです。で、こうパッと商品見てもらうと分かると思うんですけども、こう柄が全体的に入っているので、1点ずつね柄の入り方が異なっているそうです。で、かなり細かいなと思ったのが、このポケットの部分だったりとか、あとサイドの部分、こういったところがちゃんと柄合わせしてあるんですよ。このポケットとかわかるかな、このマンゴーの葉がしっかりとポケットのフラップのところつながってたりとか、あとこのポケットの部分ですよね、ちゃんとこのマンゴーの実の部分しっかりと生地が合わせられてるんですよ。こうかなり贅沢な作り方だと思います。まあ、チェックとかもね柄合わせとかあると思うんですけど、大体のブランドさんがね、例えばですけどもポケットのところのチェックが外れてたりとか、まあそれをごまかすためにバイアスにしてたりとか、まあ、バイアスでもかっこいいんですけどね、あとはねサイドのところでずれちゃったりとかもあるんですけど、このアロハシャツ、まあ、チェックよりも難しいこのマンゴー層柄ってところなんですけど、しっかりと合わさってるんですよ。マジで贅沢だと思います。かなり生地がね必要になってくる作り方をしているので、まあそんな細かいディティールのこだわりってところがねすごく感じられる一品だと思います。で、シルエットに関しましては全体的にリラックスしたねゆるっとしたシルエットになっていて、他の部分でいうとポケット両サイドにね入ってますので、フラップ付きでね、まあ、最低限タバコだったりとか携帯とか入れられるような、そんな収納力があります。とはやっぱりねレイヨン素材で、これからの季節すごく季節感も出しやすく、なんていうのかな、中にタンクトップ1枚挟んでこれをダルッと着る、そんな感じでね使える一着だと思います。はい、っていう感じでね、めちゃくちゃかっこいい、ちょっと着てみますね。はい、着用してみました。こんな感じですね。僕は 175cm63kg で、このサイズで50っていうサイズを着用してます。だから SML 表記だと L サイズになるのかな。こんな感じですね。全体的にゆるっとした感じのシルエットになっていて、やっぱりね身幅が結構取られてるボックスのシルエットになってます。ただレイヨンの素材がねとろみが強いので、この膨らみだったりとか肩の部分とかがね結構気になるポイントであるかもしれないんですが、そういったところがしっかりと落ちてくれる
まあ、袖の浮きなんかもね、生地のとろみでこうピタッとしてくれるので、そういったところがね、シルエットとあと生地感のところがマッチしてるかなっていうポイントになります。肌触り的にはね、少しひんやりとしたレヨンの素材になっているので、これからの季節的にもすごく使いやすいと思います。ちょっと今中にねロンティー着用しちゃってたんですけど、まあ、今の季節だったらねこういうふうに重ね着してもいいんですが、個人的にはやっぱ半袖とかタンクトップ、そういったものにね1枚でざっくりと着る、それがやっぱり一番似合ったかっこいいスタイルなのかなというふうに思うので、ちょっと後ほどねコーディネートしてみたいと思います。まあ、今はねちょっと着用したねバランスのところだけ見てもらえればと思います。でフロントのところをね締めてあげると、はい、こんな感じになって、ちょっと遠くから見ると鴨柄のシャツ着てるみたいじゃないですか。まあ、そういったね落ち着き感も感じられるんですが、よく見るとこのマンゴーっていう感じでね陽気さも出るので、まあ、僕はぶっといパンツだったりとかショーツ、緩めでちょっとストリートチックなものなんか合わせつつなんか着用してもかっこいいのかなっていうふうに思います。柄的にはミリタリーのアイテムなんかもあるので、カーゴパンツだったりとかそういったものとね合わせてあげてもすごく相性がいいと思います。はい、っていう感じでね、ちょっとこちらを使ってコーディネート3つくらい作ってみたいと思います。まあ、半袖シャツだとねまだ季節的にちょっと早いかなって人もいると思うんですが、やっぱ人気のアロハシャツ、やっぱシーズン残ってないですね。去年の百トラとかもそうなんですが、8月とか入ったらもうほとんどなかったりとか、かっこいい柄とか人気のものってなくなっちゃってると思うので、まあ、何気に今狙い目だと思うのでね、よかったらお買い物参考になればというふうに思います。ではどうぞ。はい、っていう感じでコーディネート3つやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。マジでねいいよ、シルエットすごく良くない。このね柄がね何とも言えない陽気さとね、あとミリタリー感なんかを両方兼ね揃えてるので、コーディネートの幅がねかなり広いと思います。一つずつ解説していきますと、1個目はねチノパンに合わせて、もうインナーはずっとタンクトップだね。まあタンクトップだったりとか、まあ、白の無地ティ、ヘンリーネックとか合わせることが多分多そうだなっていうふうに思いました。ちょっと柄がねやっぱ入ってるね、中にプリントの T シャツとか着ちゃうと若くなりすぎちゃうかなっていう部分もあるんですが、まあ、柄次第かな。フェードのブラックのねバンド T シャツとかだって全然いけると思うんですけど、個人的にはこんくらいシンプルに合わせた方が楽だと思ったので、まあ、これに機内のチノパン、あとはレザーのサンダルっていう感じで合わせました。あれが普通のビーチサンダルだったりとかするともっと抜け感出してこう夏らしさみたいなところも出てくると思うので、まあ、小物なんかでね季節感の調整をさらにしてあげるといいかなっていうふうに思います。で2個目のコーディネートは足元をクラッシュのデニムに変えて、まあ、ブーツを合わせてハットっていう感じでね、まあ、今の季節とかだとまだブーツ履かれる方多いと思うんですが、少し早めにアロハシャツを取り入れて、あれをなんかロンティーとかに変えてあげるともう今の季節からガンガン使えると思いますので、まあ、そんな感じで使ってもいいかなっていうふうに思います。で最後のコーディネートはまあこれなんですけど、これ今度紹介しようと思ってたんですけど、まあ、ナイジェルケーボンコーデですね。ナイジェルケーボンの定番のこのカゴショーツ、まあ、かなりボリューム感があるものなので、上のこのねルーズなシルエットとすごく相性が良くて、でカラーも同じねグリーン系になっているので、まあ、単色コーデに近いんですけど、上のこのマンゴー柄っていうところがねアクセントになるのですごくね合わせやすかったです。で合わせてるものがブーツとかだったんですが、あれをサンダルに変えてとか、まあ、やっぱり小物のところですかね。僕なんかブーツとかこのボリューム感があるねショーツダック合わせると僕足めちゃくちゃ細いので足元がキュッとしちゃうので、まあ、ブーツだったりとかちょっとボリューム感のあるスニーカーなんか合わせようかなっていうふうに思ってます。はい、っていう感じでね、まあ、どんなコーディネートにも結構ね柄なんですけど使いやすいと思います。はい、っていう感じで今回ねこちらのナイジェルケーボンのシャツをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。こうデザインだったりとか生地感もねすごく使いやすいですし、あとは細やかなね、作り込み、まあ、そういったとこ僕も洋服作ってるんで見ちゃうんですけども、オーラで伝わる一品かなっていうふうに思いますので、よかったらね見てみてください。アロハシャツ1着持っとくとね、夏ってやっぱ半袖の T シャツ1枚でねすごくシンプルになりやすいと思うので、こう特に男性のコーディネート、女性なんかはねいろんななんかノースリーブ着てとかワンピース着てとか、こう印象変えって簡単だと思う
うんですけど、男性だとなかなか難しい部分もあると思うので、1個ねこういった柄物で、しかもこれだとねそこまで主張が激しいかって言ったらダークトーンで統一されててすごく使いやすいと思いますので、よかったらね見てみてください。はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。